はい。これでスタートいたしました。うらぎチャンネルです。今回はこちらのお題を。 来季、浦ウ和レッズがリーグ優勝をするための補強ポイントは〇〇だ。もう3年計画、3年目。ゲスト、川合さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早くも来季の話なんですけども、浦和<ら>ウウレッズ3年計画、仕上げの3年目、<ー>求められるのはリーグ優勝ということで。来た。リーグ優勝。はい、なんか、雰囲気見ると、でも ACL を取りたいっていうかところもあったりとか、難しいっすよね。<laughs> まあでも、我々ちょっと ACL に力を入れてる。<laughs> かなり特殊な、うん、サポートんだなんか4冠とかっていう宣言をしちゃうと取れないとかっていうのがあるじゃないですか2冠、うん、<laughs> もなかなか、ね、これまでやったことないですからね、どこも、はい、川崎ですらあと全盛期の鹿、ね、島ですらやったことない、うん、そして浦和は昔苦い思いをしたことがあるっていうねういます <laughs> はい、2007年してくるんで、そこまでね <laughs> 志としてはね、そのために少しでもいい戦力でっていうことこですよね。うん 優勝となると、まあ、今の段階なんですけど、勝ち点が25ぐらい足りなずくて、得失点差は30ぐらい足りないです、はい。だいぶ足りないですね。まずいな。これやっぱ補強出し無理だな、どう考えても。 そ,うですねまあ、そのうちの勝ち点15ぐらいは今シーズンの後半が開幕だったとしたらって考えたらかプラス15ぐらい取れると僕は思うんですよだからです、ね、実際にリーグ優勝するための補強ポイントというところで具体的なここのポジションが必要なんじゃないかというところを川ズさんに教えていただきたいなと思いましてじゃあ早速ですけど補強ポイントの発表をお願いいたします。 点を取れる、点に絡めるボランチ、ですねボランチまあ確かに、中盤でから点取れないからな、今なそうですね、だからボランチというか、本当にセントラルミッドフィルダーといボックスができる、もちろん理科の構築をしっかりとベースでやりながらも、もっとボックスというボックスができる選手っていうのが、まあ、うんだから小泉選手がさらにこう守備の強度だったり含めて。 はい、しっかりやった上で、で、シュートとかラストパスってところでも、もっとこう直接、ね、うん、アシスト、ゴールってところができたら、まあ、もしかしたら足りる部分もあるのかもしれないですけど、よりそういうものを持ってる選手は、やっぱり必要なのかなっていう、あの今いる選手たちの成長にも期待しつつも、でもやっぱり、そこは足りてないかなっていうのは感じまユージさ点を取れるボランチで思いつく選手っていますか 海外選手を含めてだ今だったら稲垣とか,だかまあプレミアとかだと多いよね点取れる中盤って昔だとランパードとかジェラードとか代表的じゃんああ点取れて,ってもう得点に絡めるってもう点取るのが仕事みたいなそうですねだから、まあ、もちろんその位置から2桁ゴールを狙うような選手がいたら素晴らしいですけど、うん、でもそれって J リーグでもなかなかいないじゃないですかだから直接得点じゃなくても 本当に絡んでいけるセカンドボール拾って、そこからチャンスにつなげるって感じですよね。ただ、まあ、まガンバ戦のね最後の,あの小泉選手みたいなプレーを、もっとなんかこうボランチの位置からどんどん出せるような選手とかがいたらいいんで、まあだ点取られて、追いつかなきゃいけないときに交代で今、ボランチ入れても同じような感じなんですよね。まあそこがそうですね、良くも悪くもってところですよね。うん、同じサッカーができるっていうのは強みだけど、違いを出すってところがね。そううでですね違いい取れるっていうのは確かに 絶対必要だよなこの先<ー>今のメンツ見てるとということで、はい、点が取れるボランチが一つ目の補強ポイントもう一つぐらいありますかね川島センターフォワードのユンカーがいる前提でいいんですけどやっぱりポストプレーをしっかりできる大型フォワードが欲しいですよね、うん、その選手がだからスタートから出てもそうだし途中から出てもそうですけど、うん、しっかりあの前線で、うんまあ、タメが作れたりターゲットになれたりそういう選手がいると。 またユンカーとも違った子タイプで、特にあの ACL がね、もし出場できたりなんかすると、併用していかなきゃいけないっていうかね、うん。ところも含めて、必要かなと思います、ね、<で>い今、数値的には鹿島の半分ぐらいなんだっけ、セットプレーの得点率は。もう明らかに明確な弱点なんですよね。で、せっかく山中というとてつもないクロスターがいるのに,にまあもったいなさすぎるよねっていうのは、ずっとありますよね。 そそれはそうですよねこの辺、ユージさん、どうしよう思いつく選手。木下かと思った違うんだよな。足元タイプなんだよな。興梠選手、ポストが上まいですけど、そんなにヘディングが得意ってわけでもないですもんね。うん、そうですね。まあ、スペシャルだね。本当、興梠が、まあ、万全でね、いれば、<laughs> <laughs> うん、そこまで。 その高さに特化したタイプじゃなくてもうするとでもやっぱりさ杉本健佑という名前が出てきてしまうんだけど <laughs>、うん、この前は FIFA でやったらパワーヘッダーっていう特殊能力がててそうですよパワーヘッダー世界の FIFAEA にパワーヘッダーと評価されている日本人を放出した直後っていう <laughs> ねちょうど今収録してるのが16日ですけど札幌戦でマリウス健佑決めてますからねパワーヘッダーなあーまあ実力はもともとねあったってことですよねそれを、うん 出ししたた先でで発揮とということですよねだからといってその浦和でそれをまたねできますかって言われたら分かんないですけどでもまさにね本当に杉本建有がすごいいい状態で発揮したらまさに。 補強で欲しいような。今から取れないけど。あるので。じゃ杉本健友出したけど杉本健友みたいなタイプ。<laughs> <laughs> なんかおかしいですけどね、まあ、おかしい話になっちゃうけどな何 <laughs>、はい、だったんだろうな、杉本健友とは我々にとって。 まあ理論上はでもで、ね、<laughs> 2017年の権威をみたいな感じですよね。昔で言うと、どうるんですか、外国人。ビ,ビアホフとかですかビアホフとかはね、本当まさにスペシャルな、ねうん、存在ですよね。背が高くて、ポストプレーがうまくて、ちゃんとヘディングで点決めれる。そうだよね。との相性がいい。まあ、ズラタン、イブラじゃなくて、ね、レッツのズラタン、ね。あ<ー>あ、はいはい。が、まあ、うん、もう少し得点力を発揮してくれたら十分かなって。 まあ、ユンカがいる前提なんで、はい、そこまでなんかすごいスペシャルなレアンドロ・ナーミアンみたいなあのところまでいかなくてもあ、うんあの、ユンカを保管してくれればいい、ユンカが出せてないところを保管してくれれば十分。うん、じゃちょっと我々素人感覚だと、ちょっとあの足の速くて、まあ、個人で抜けるウイングが欲しいななんて思うんですけど、要もずっと言ってるもんな。マテウスが欲しいですね、マテウス、えー。ずーっと言ってるもんな。 名古屋のマテウスを今すぐ欲しい<ー>、まあく、もちろんくれないと思いますけど、<ー>そういう選手、この辺の補強はあんまり、どんな感じですか、うんあのまあ、リカルドの、ね、サッカーが完成していけばいくほど、うん、こういったウイングが逆に足かせになっちゃうないかなと思ってるんですよねやばい電池止まったあもちろんね、田中達也選手みたいに、はい、ある程度こうポジショナルな中での、を理解して、はい、その前提の中で局面で発揮してくれるならいいですよ。 縦の突破でも突破ありきで取っちゃうと、うん、戦術に適応させるために結構制限を強いちゃったりしてそういう選手たちにもストレスになるかもしれないというか、うん、もう縦の突破で能力を発揮してるからじゃあ取ろうって取っちゃうとリカルドの選手みたいなところが追いつかなくて、うん、なんか宝の持ち腐れみたいになっちゃう危険があるんですよ。何件かあるじゃないですか J リーグでもすごいなんかウイングタイプの選手で取ったんだけど。 なななななかなかかえないいいででって、うん、だからそういうことになりかねねんですよ、ね、本当にサイドで仕事をする。そういうタイプだとちょっと理科の戦術とかは、ちょっとサイドバックとの関係とかね、相手の間に立って周りをスペース使わせるとか、あとポジションチェンジとかっていうのになんかあんま向かないで足かせになっちゃう。だから本当に大事ななんか手を取らなきゃいけないっていう時のジョーカーとかだったら全然別に。 どんなタイプであろうか、うん、いろんなタイプ必要なのかもしれないですけど、まずその前にでも戦術理解がある前提ですよね。そうするとやっぱちょっと足早いだけのウィングとかじゃ難しいか。そうですね。まあ、2か所サッカーに合うとは思えないですもんね。だから、縦にね、あの、こうドリブルで仕掛けるっていう意味で言えば、まあ、関根選手とか、あのゆるき選手とか、田中達也選手も、まあ、できなくはないんで、それがアジアでどのぐらい通用するかとかっていうところになってくるとまた分からないですけど、うん、基本的にはやっぱりリカルドのサッカーをしっかりできる、 ですを求めた上のプラスアルファじゃないときついのかなっていうのは思います。じゃないとただの本当にいざという時のなんかこう懐 <laughs> がかったらみたいなので終わってしまう可能性があるんで。そうか。そんだったらやっぱり川地さんおっしゃる通り、ちょっと攻撃参加できるボランジの方が全然いいね。まあ名古屋とかではね、全然スタイル違いますからね。そういうところで考えていかなきゃいけないかなと思いますね。わかりました。ありがとうございました。ぜひ。 TD 動いてると思いますけども、うん、いいボランチ、点が取れるボランチと、すごいポストプレート、ヘディングが強いフォワードを取っていただければと思います。で、チャンネル登録、高評価ということで、こんな形でウラつに関する動画、ライブなどをやっておりますので、もしよろしければ、登録、高評価お願いいたします。じゃあ、そんな感じで今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。した電池切れてるけど、頭下げてます。